プロ野球トレード事情レディー始まるよ。プロ野球の交換トレードとは、球団同士の人対人の交換、あるいは相手球団に金銭を支払うことで欲しい選手を獲得することができ、概要は以上になります。まとめます。全体的な傾向としては、セリーグとパリーグのトレードのやり取りが多いようです。続きまして、トレード件数ランキングです。以下の通りになります。仲良し球団の関係、セリーグ編です。仲良し球団の関係、パリーグ編です。まとめは以上です。今後もトレードが活発に行われ、活躍する選手が増えるといいですね。ご清聴ありがとうございました。感謝します。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。